どうもお疲れ様です。ババログです。2023年も残りわずかとなりました。今年は皆さんのおかげで YouTube のチャンネル登録者が10万人も突破し、充実した1年となりました。今年も1年ババログを応援してくださりありがとうございました。2023年最後の動画は、先日インスタで募集させていただきました10万人記念の質問コーナーにいただいた質問にお答えしていこうと思います。同じ質問に偏っていたものもありましたが、合計199というたくさんの質問をいただきました。ありがとうございました。黙々と答えながら編集していたら、かなり動画が長くなってデータが膨大になりすぎて固まって保存できずに進まなくなってしまったので、前編後編と急遽分けさせていただくことになりました。本当にお待ちいただいてたのにすみません。後編は年明けに公開させていただこうと思います。今回の前編だけでもいつもより長めなので、ながら聞きしてもらえたらと思います。カメラに向かってお答えすべきなのですが、未だにカメラに向かって喋るのは苦手なので、動画で使えなかったおすすめのご飯屋さんや、前回の韓国 Vlog で買ってきた購入品などのを紹介しながら質問に答えていきたいと思います。それでは前編のスタートです。改めてババログさんのこれまでの自己紹介的なものを知りたいです。センスの塊でファンです。下のお名前の漢字がかなり気になります。最近ババログを知った方も多いと思いますので、最初は改めて自己紹介をしながらご質問に答えていきます。どうもはじめまして、ババアサミと申します。アサミのミーは普通女の子だったら美しいってつけると思うんですけども、強くなるようにってことで父がつけてくれました。子供の頃は男の子と間違えられるし、絶対読まれないのであんまり好きじゃなかったんですけど、今はむちゃくちゃ気に入ってます。今まで年齢はぼんやりさしてましたけども、1975年4月8日の48歳で、お羊座の A 型です。生まれてからずっと京都生まれ京都育ちでしょうか。大阪生まれ大阪育ちです。子供の時大人になったら何になりたかった。歌手か女優です。学生の頃部活何かやってた？中学は陸上部で砲丸投げしてて、高校はラグビー部のマネージャーしてました。大学では何を専攻していましたか？デザイン系ですか？普通の女子大で美学美術史学科の現代芸術を専攻してました。会社勤めはしたことあるんですか？あります。どんなブランドのアパレルにお勤めだったか気になります。カジュアル？綺麗系なのか？いろんなブランドのある販売会社でしたが、希望の配属じゃなく働く女性のパンツスーツのブランドで、22歳の古着カジュアルだった自分とは正反対のブランドでした。以前カメラマンを諦めたって言ってましたけど、どうして？大学在学中に写真にハマって、卒業後にカメラマンになるために写真の専門学校に行きたかったんですが、学費を払えなかったので一旦好きなアパレル関係の会社に就職をして、2年お金を貯めてから24歳の時に販売をしながら夜間の写真学校に2年行きました。予定では在学中に写真のコンテストで優勝して雑誌に取り上げられるような有名な写真家になる予定でしたが、そんなに甘くはなく落選ばかりで、好きなことを仕事にするのは大変だと思って、途中からは完全に趣味で通ってました。家族におしゃれさんはいますか？弟がおしゃれだと思います。同じく膠原病患者です。病気との付き合い方や考え方などをお聞きしたいです。私はちょうど卒業制作をしている26歳の時に、膠原病の全身性エリテマトーデスという難病になってしまって、20年以上付き合っています。今はステロイドを飲んでいたら普通の生活ができる方なので、ストレスはためず悔いのないようにやりたいことをやって楽しく生きるっていうのが一番だと思います。座右の銘は高野由里先生が言っていた、倹約するなら働けばいいのよ。アクセサリーデザイナーになったきっかけを教えてください。販売している時からアクセサリーを作るのが好きで、自分で作るものを作っていたんですが、さっき言ってた通り難病になってしまって、
写真の学校の卒業と同時に昼間していた販売の立ち仕事やフルタイムの仕事がちょっと体調の面でできなくなってしまったので、実家で療養しながら友達にも好評だったアクセサリーをヤフオクとかに出したのがきっかけです。初めてどれぐらいでアクセサリー作家さんとして生活が成り立つようになりましたか？本格的に仕事にしようと思ったのが2005年の30歳の時で、今みたいに個人同士で売買ができる SNS や百貨店でのポップアップもない時代で、販売するとしたら店舗に置いてもらうしかなかったので、自分でアクセサリーを持って営業に行ったり合同展示会に出してみたりしたら、継続して注文してもらえる会社が何社かできて、2年ぐらいで実家を出て一人暮らしができるくらいになりました。素敵なアクセサリーのデザインが思い浮かぶのはどんな時ですか？何でもそうですが、締め切りに追い込まれた時です。ババログさんのアクセサリー以外のものをつけることはありますか？ほぼないですが、買うとしたら自分で作れないものです。でもアーカーのサンゴのハートのネックレスだけ持っています。アクセサリーですが、シルバーで制作される予定はありませんか？すみません、今のところないです。ババさんの動画が好きでいつも楽しく拝見しています。結婚はしたくなくてしませんでしたか？ありがとうございます。バツイチです。パワー！彼氏さんはいてますか？今後結婚のご予定はありますか？今は一人が楽しいです。好みの男性のタイプを教えてください。いつも楽しく拝見しています。自由にさせてくれて何でも言うこと聞いてくれる人です。恋バナ聞いてみたいです。だいたい付き合う人はいつも顔はいいけど服がダサいっていうパターンが多くて、私が服を選んでおしゃれに仕上げると顔がいいもんだからモテ出して私を踏み台にしてだいたい巣立っていきます。ババログさんの恋愛観や結婚観について聞きたいです。籍入れて別居です。結婚かペットを飼う予定は？結婚より犬はむちゃくちゃ飼いたいんですが、飼える物件がなかなか見つからないし、ちょっと責任が取れる状態じゃないので、犬の動画を見て我慢しています。京都に住まれている一番の理由は何ですか？京都に住んでますって言いたいからです。京都に実際お住まいになってみて思ってたんと違うってことはありましたか？特にないです。どうして京都に住まれているのでしょうか？結婚して京都に来てからすごい住みやすかったからそのままいてます。失礼なことを聞きますが、アクセサリーの販売でそれだけ裕福な生活ができるのでしょうか？資金ぶりがすごいと思って眺めております。今はアクセサリーの販売だけじゃなくて YouTube の収益と案件報酬もあって、さらに私は人よりお金を使う度胸があるだけです。貯めてから買うんじゃなくて買ってから働くスタンスで、入ってきたら入ってきただけ後先考えずに使ってて、カードの限度額も自分の貯金と思ってるので、カードは常に枠パン状態で、貯金もゼロで、なんならマイナスです。何でも自分を追い込むタイプで、お尻に火がついてないと働く気にならず、それが働くモチベーションになっているので、堅実に生活している人にとったらもう本当に考えられない生活スタイルだと思います。月に最高どれぐらいお金を使ったことがありますか？ローンがありだったら33の時に車を買いました。100万あったら何しますか？デルボーのブリオン買います。1000円あったら何に使えますか？ラーメン食べます。資産運用とか投資してますか？NISAとか投資もされてますか？これがしてないんです。もうやらないといけないんですけども、ふるさと納税でさえしてない。今は賃貸の物件にお住まいだと思いますが、今後購入の予定はありますか？飽き性なのでいろんなところに住みたいと思っているので多分ないと思います。まあ、そもそもお金を貯めれないと思います。YouTube を配信しようと思ったきっかけを教えてください。
すごい太ってパーソナルに行って痩せてから筋トレにハマってサプリを調べている時に iHerb を紹介している D さんのチャンネルを見つけて初めてチャンネル登録というものをしました。そこからいろんな YouTube を見るようになって商品提供されたり物を買って紹介する YouTube をやって広告収入をもらえるのっていいなーっていう考え方中学生と一緒のスタートです。編集で一番こだわってるところはオープニングかな。編集がいつもおしゃれですごすぎます。編集の勉強ってどうやってしたんですか。動画のクオリティがめっちゃ高いけど何か勉強していましたか。編集がすごくかっこよくて好きです。どうやって勉強しましたかっていう編集の勉強についてのご質問が多かったんですが、動画編集は本当に最初全くしたことなくって、ファイナルカットプロを入れたものの無料期間中使い方がわからなすぎて結局何もできずに終わってしまいました。学校とかもちょっと考えたんですが、今必要ないことを教えられても覚えられなくて、実際それをするときには忘れてまた調べ直しとかになっちゃうんで、本とか買ってみたんですけども、結局知りたいときはすぐに YouTube で編集ソフトの使い方ややりたいことを説明してくれる動画を検索して、その時にもう勉強するっていう感じですね。今でもちょっとわからないと思ったら YouTube 見て検索して調べて編集してます。洋服もですが音楽がかっこよくて好きです。どうやって新しい曲を見つけていますか。実は音楽全然詳しくなくて、著作権フリーのエピデミックサウンドっていうサイトの音楽をひたすら聞いて見つけてきてます。動画はどうやってセンスを磨きましたか。始めた当初の日本の人気のある YouTube はザ・ YouTube っていうバラエティ色が強いのが多かったので、ちょっと何言ってるかわからんけども海外の YouTube をとにかく見まくって、理想的な YouTube を探し出して動画構成とかアングルとか真似して取り入れていきました。今も海外の YouTube は結構見てます。動画の構成から編集に至るまでの時間、案件を受ける基準などはどうでしょうか。動画の構成から編集に至るまでの時間っていうのは、とりあえずいろいろ動画を撮って編集をやり始めて、そこから構成どうしようかって組み立ててるので、なんか逆です。計画性がないんで本当容量が悪くて、動画撮ってても構成がなかなか決まらなかったら編集も何日も進まないし、動画によって結構バラバラなので更新頻度が安定しないのはこれが原因です。案件を受ける基準っていうのは、気になってたものや興味のあるもの、自分のチャンネルとの親和性があるものを月1を限度にしてバランスを考えて受けるようにしています。私もちょっと案件ばっかり上がる人見たらちょっと嫌だなって思うこともあるので、受けるときは結構どうしようって考えるんですが、案件を受けることによって絶対動画を作らなあかんっていう追い込みがかかるんで、動画を作るために受けるっていうこともあります。逆に絶対やらない案件は美容関係や謎の痩せる薬とか、あとファッションチャンネルだけどずっと無視してます。お気に入りの YouTube やインフルエンサーを教えてください。と、動画が上がったら純粋に好きで絶対見てるのが D さんと瀬戸康史さんと君まろさんです。編集の参考に見てる海外の YouTube はジェーン・イムとミシェル・チョイとティム・ディさんかな。でファッション系はユニクロとかするときにちょっとまんべんなく見るって感じです。最近ハマってる YouTube は山岳遭難ファイルと学生動画です。今まで買ったファッションアイテムでベスト3を教えてください。堺のヒョウ柄のカーディガンとキャバンのコートとマルジェラのカットアウトデニムです。コーディネートを組むときに意識していることを教えていただきたいです。サイズ感とバランスです。あと、かわいいとかっこいい、上品とカジュアルみたいな感じでミックスさせることです。一番好きなアパレルブランドを教えてください。そんなにたくさん買えないんですけども、アンスクリアが好きです。最近ザラは買わないですか。大好きです。ザラむっちゃ買えます。好きな色、苦手だったり避けてる色や柄知りたいです。好きな色はグレーで、避けてるのはエンジで、柄はあんまり意識してないです。ファッション系の購入品紹介が大好きです。アウターだったらいくらまでかけれますか。
まだそこまで手出したことないんですけども、20万までならなんとか頑張るかと思います。昔購入したブランドバッグはどうされてますか？そんなに持ってなかったんですけども、もし手放すとしたらだいたいメルカリとかに出してました。あとハイブランドのバッグはあまり買ったことがなくて、5年前はラクサスを結構利用してました。雑誌などは読まれたりしますか？雑誌は買っても必要のない情報が多かったりするので、デジタルでだいたい読んでます。デジタルって言っても楽天マガジンとか D マガジンとか、毎月お金を払ってそんなにいろんな雑誌をたくさん見る時間もないので、公式 LINE とか SNS で気になる情報だけ無料で見るようにしています。大体見てるのは WWD とか Vogue、シュプールとか海外のファッション系雑誌の X とか、あと日本の自分世代のドマーニ・マリソル、ストーリーとかは公式 LINE に登録して、興味のある記事だけ見て日本の流行ってるものなどの情報収集をしています。いつも見てます。50代半ばですが同じブーツ購入しました。ありがとうございます。GU のビューティフルピープルコラボ品は購入されましたか？紹介するタイミングを失って同化にしてないんですが、セットアップと靴下を購入しました。ユニクロのアニアのオレンジのセーターを購入したのですが、どんな風に着こなしていいのか、こんな感じでいかがでしょうか。お洋服が好きなのですが、おしゃれに着こなせません。どうすればいいでしょうか。私もスタイリストじゃないのでうまく説明できませんが、おしゃれに見えるかっていうのは本人に似合ってるかどうかだと思うので、今持ってる服をどうやって合わせたらいいかわからなくなってるのなら、一旦持ってる服を思い切って全部断捨離してみて、何でも基本が一番大事なので、ユニクロとかでまずシンプルな定番な色と形のもので自分に似合うベースを極めるのがいいと思います。おしゃれになりたいっていう人は勉強しようと思って、いろんな人のこうしたらおしゃれになる、垢抜ける、こうやったら NG とか、いろんな人のハウトゥー動画を見まくってるかもしれないんですが、おしゃれに正解はないし、一般的におしゃれと言われるコーデをしても自分に似合わなかったらおしゃれに見えないし、実は NG って言われてても自分に似合ってたらそれはおしゃれに見えたりするので、そうやって全員の意見を取り入れようとすると何もできなくなってしまうので、おしゃれになりたければ最初からこれやったらダメっていう自分の可能性を潰さずに、自分で似合うものをいろいろ試着して探していくしかないと思います。ハウトゥー動画はとにかくダサく見られたくない、当たり障りのない服装をしたいという人には役に立つとは思うんですが、人よりおしゃれになりたいっていう人にとってはおしゃれになる近道っぽく見えて、実は遠回りしてると思います。私でも見てて参考になることはあるので否定はしないんですが、それってあなたの感想ですよねっていうふうに聞き流して、そういうハウトゥー動画を見る場合は、この人の言うことを真似したらいつもいい感じになるっていう人を誰か一人に絞って徹底的に真似をするのがいいと思います。いつもコーデを真似したくて動画を拝見しています。小さい頃からおしゃれさんだったのですか？いやもう全然で、今のスタイルがまあ形になったのが35ぐらいで、今もうまだおしゃれだと思ってないので勉強中です。せっかく質問していただいてたのにお答えできなかったものもあってすみませんでした。前編は一旦ここまでとさせていただきます。後編ではインテリアやこれから将来のこと、センスの磨き方などいろいろお答えしていこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。良いお年を。